最初俺のとこまでスキップで、スキップに腕回しも入れながら、何でしょう。漢字で言うと、漢字だと一文字。ひらがなか。まるまるな時間。まるまるまるを埋めてください。漢字一文字、ひらがな二文字。まるまるの時間。まるの時間じゃないです。暇な時間です。違います。暇しないでください。今の面白いよ。面白かった。暇な時間だな。寝る時間。寝ません。ぼやっとする時間です。違います。漢字一文字よ。上を見る時間。見る時間。上は見ません。お、見る時間。見る時間欲しい。いい線いって。あ、でも自分でやってみる。相手を見る。自分でやってみよう。相手の方にこうやって刺したとしたら何度の時間してる。体の向きどうなってる。あ、正解。もう決定。そう。相手をしっかりターゲットしてあげることによって。体が横向くでしょ。この横の時間が大切、投げるとき。OK。だからもう一回キャッチボール戻ってもらうけど、しっかり冷やして立って、バーンってロックオンしたら、横の時間をしっかり作って、投げたって。OK。で、もう一個、今ね、みんなすごいいい練習してるなと思ったのが、今上に投げとったやん、ボールを。あれ、実はめちゃくちゃいい練習で、今の練習、俺のレッスン、スクールに来てくれる子供に。やらしてる。これみんな何意識してやってる。高く上げるぜってやってる。これ結構ね、意識の持ち方だと送球がすごい良くなる。固まっちゃった。じゃあちょっと俺と野口選手に。ありがとう。はい、そんだけ準備が遅かったら自分が「あっ!」と思った時にはもうボール来ちゃってる。だから T の時にはしっかりここで「ノーオッ!」「あっ来た!」「ノーオッ!」「うわ!」分かる?これぐらいタイミングをゆったりとってほしい。ノーオッ!うわ!いくいく
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。